はい、えー。皆さん、こんにちは。鈴木森生チャンネルへようこそ、えー。このチャンネルでは、看護師国家試験に確実に合格する学習方法と、えー、必要な知識について解説をしています。えー、今回のテーマは、動脈と静脈です。えー、最初に、えー、血管の構造について説明します。えー、そして、動脈と静脈の違いについて説明します、えー。血管の機能について説明します。 そして加齢による動脈硬化について説明します記憶に残る復習の仕方、早期して保存について説明し最後に動脈静脈に関する国家試験過去問題について解説をしていきます、えー、動脈も静脈も内膜中膜外膜の3層構造でできています、えー、血管内膜はまず単層扁平上皮組織ですねこの図で一番内側です えー、血管中膜は血管平滑筋で、えー、この血管平滑筋は交換神経に支配されています、えー。血管支配の交換神経活動が更新すると、えー、血管平滑筋は収縮することになります。血管平滑筋が収縮すると、血管断面積が縮小することになります。はい、えー、一番外側、血管外膜はあ結合組織でできています。 この3層の中で特に動脈で最も厚いのは血管平滑筋でできている中膜ということになりますただし静脈の場合はこの血管平滑筋はあるんですけれども薄いということになりますはい毛細血管のみがですね3層ではなくて単層扁平上皮の一層構造でできています ただ、この炭素扁平上皮をつなげるために薄い結合組織の規定膜がこの周りにあります。この図では規定膜は省略してあります。毛細血管の特徴として半糖膜であるということは言えなければいけませんけれどもこの炭素扁平上皮細胞の間に隙間があるということで半島膜ということを覚えることができますよね。 はい、えー、毛細血管は別名交換血管というニックネームがあります。えー、何を交換するのか、ね。まず酸素と二酸化炭素、えー、それからグルコースアミノ酸電解質といった栄養素、えー、そしてもう一つ老廃物、えー、これをです、ね、血管内の血液と血管外の間質液の間で交換しているという働きがあります。でだから交換血管なわけです。 細、はい、動脈にはです、ねえー、抵抗血管という別名があります、えー、交感神経活動が更新するとこの細動脈抵抗血管は収縮して、えー、末梢血管抵抗が高くなり、えー、その結果血圧が上昇します、えー、逆に交感神経活動が低下すると、えー、抵抗血管は弛管して、えー、末梢血管抵抗は低くなって血圧が低下します はい。最静脈には、えー、別名、容量血管と言われます、えー。交換神経活動が低下すると、最静脈は拡張して、えー、そこに血液が溜まってしまうことによって、心臓に帰る血液量、静脈管流量が低下します。静、えー、脈管流量が低下すると、血圧が低下することになります。 はいえー、大動脈はあ男性繊維を多く含んで男性血管と言われています、えー、この大動脈は加齢とともに男性がどんどん低下していき、えー、その結果収縮気血圧が上昇します、えー、動脈の男性が低下することを動脈硬化と言います、えー、動脈硬化が進行すると末梢血管抵抗が上昇して えー、左心室液が仕事肥大して熱くなってしまうということになります。えー、静脈の特徴です。えー、静脈の特徴は4つ覚えましょう。えー、中、東大の静脈には静脈弁があって血液の逆流を防いでいます。はい、えー、心房が弛管すると心房内圧が低下して静脈血が心房に吸引されます、えー。下肢の骨格筋は歩行時に収縮弛管を繰り返すため。 え骨格筋ポンプとして採用して用ます、えー、この骨格筋ポンプによって静脈管理量が増加しますえ休息時に胸腔内圧が低下するのでえ静脈血は特に胸腔内に、えー、休息時に吸引されることになりますはい、えー、国家試験には確実に合格する学習方法がありますこのチャンネルではそれを LTD ですよと教えています LTD は記憶の三原則に有効な学習方法で理解して覚える決め短期記憶は長期記憶に変換されて忘れなくなる保存思い出すことができる早期のことですそれでは今回の復習をしましょう SNS で今回学んだことを発信すると皆さんは早期の訓練をすることになるので記憶に保存されて忘れなくなります Twitter、Instagram、Facebook、YouTube、LINE など何でも構いません あなたの学びでクラスメイトもあそうやって覚えたらいいんだと決名することができてとっても喜んでくれますえその時にはハッシュタグ鈴木森代チャンネルハッシュタグ動脈と静脈をつけてくださいよ,よろしくお願いします、えー、まず最初に血管の酸素構造を説明してくださいそして毛細血管の構造と働きを説明してください、えー、過励による動脈の変化について説明してください、ね、そして静、えー、脈の特徴を説明してください 動脈で正しいいいのはどれかという問題が出ています、えー。骨格筋の収縮は、えー、動脈の血流を助けるのではなくて静脈の血流を助けるのでしたということで一番は間違いです、えー、内膜中膜外膜のうち、中膜が最も厚いのは動脈の特徴ですからこれが正しいということになります、えー、逆流のを防ぐ弁が備わっているのは静脈でした、えー、大動脈はあね 男性血管と言われるほど男性繊維が豊富でした加齢、はいえー、に伴う心血管系の変化が正しいのはどれかという問題です、えー、最初に解説をしてしまいますけれどもこれはまた別の回で詳しく説明しますけれども、えー、この右の方に書いてある図を理解しておくということが大切なんですねというのはまず加齢によって動脈硬化が起きます、えー、動脈効果が起きるとということは、 末梢血管抵抗が高くなるということなんです。え末梢血管抵抗が高くなれば、えー、一つは収縮血圧が上昇してきます。えー、さらにもう一つ、ね、その末梢血管抵抗に対して血液を送り出さなければいけない左心室の壁、左室液が仕事肥大するようになります。え血圧も高くなるし、左室液が仕事肥大することになってえ、ゆっくりゆっくりと 左心不全が進行していきますよというねこの病態は、えーえー、詳しく説明できなければいけないと思います。はい、そ,のそれを理解した上でこの問題を見てみると2番の左出液の飛行と3番の収縮血圧が高くなるというこの2つが答えであることが分かります。 はい、えー、国家試験には確実に合格する学習方法があります。えー、今回の学びは皆さんの役に立ったでしょうか役に立ったらぜひいいねボタンを押してください。またチャンネル登録もよろしくお願いします。えー、今回も最後までご視聴ありがとうございました。